積み立て手数料が発生するとプレに上がりますかね。あー、なるほどね。手数料発生すると。まあ、そうなるでしょうね。メルカリとね、同じ価格ぐらいになるんじゃないですか、おそらく。うん。買う側から手数料取ってるんですね、今でもね。うん、取ってるんですけども、売る側からも取るっていう形になってると。うん。積み立て側にとってはですね、両方からお金を、取るっていう風になった時に、一番リスクとしてあるのはおそらく、売る人が減る。そしたら在庫が減るじゃないですか。在庫減ったら売るもんないねんから、やっぱり商売うまくいきませんよね。だからそういうところは結構難しいかなと思いますね。メルカリって今手数料発生するじゃないですか。その手数料を差引いた分を考えて値段つけて出品されるじゃないですか。だからスニーダーの手数料発生したらプレ値も上がってくると思いますよ。うん。前にそのラクマってあるじゃないですか。ラクマが手数料無料やった時あったんですよね。あの時はそのスニーカー買うにしてもラクマとメルカリやったらやっぱ全然値段違かったんですよ。2,000〜3,000円ぐらいですけど、物によるんですけども結構ね値段違ってたんですよ。同じ商品、もう本当に同じ商品、同じ出品者が同じ商品をラクマと、メルカリ両方で出してる場合があって、ラクマやったら2,000〜3,000円やのにメルカリやったら2,000〜6,000円で売ってたりとかっていうのが普通にあったんですよ。それで手数料分ね、やっぱり違ってくるから手数料が 10% かかるでしょ、メルカリって。うん、それがなかったんですよ、ラクマ。もともと今あるけど、うん、だからね、うん、ラクマばっかりで買ってた時期僕ありましたね。これからね、スニダもそれが入ってくるって、手数料が発生するってなってきたら、うん、やっぱりプレ値は上がってくると思うし、手数料を見越した値段で出してくる人は多くなってくると思うんですよね。まあおそらくね、これも平均してもう全体的にどこで買っても一緒やみたいなことになってくると思うんですよ。結局グローバル化と一緒で、東南アジアが発展途上国か言われてるけど別に今そうじゃないみたいななんかそんな感じに近いと思うんですよね。うん、インターネットが普及して、ほんで誰でも参加できるようになってきたら、もうどこにおったって一緒やっていう風になってくると思うんですよ。だから僕的にはその今回、スニダンがそうなってくるっていうところに関してはもうしゃーないんちゃうかなと思います。うん、でむしろよく今まで手数料とかも取らずにですね、クーポンバンバン出して発行して、ほんで CM バンバン売ってやってたなと思いますよね。うん、どこでお金を発生させてたんやろっていうのが気になるぐらいですよ。うん、スニダンが発足してからのですね、プロモーションの一環として、今までは手数料取れへんしっていう風にやってたラクマと同じ手法なのかもしれないですね。うん、いずれその手数料を取ったりとかするっていうのを、考えた上で、最初のうちプロモーションがてらということでですね、クーポン発行したりとか手数料なしにしたりとか、そういうことをねやってたんじゃないかなと思うんですよ。それが今まではサービスでそういうことやってたけども、こっからはちょっと違うんすよみたいな感じになってるのかなと思うんですけどね。うん、まあどちらにせよ便利なものっていうのは、残っていくし、便利じゃないものはやっぱり淘汰されていくっていうのが商売の常やと思うんですよ。音楽やってる人間とかでもそうですけども、いい曲作るやつ、まあファンの掴み方が上手いやつっていうのはもうどんどん残っていきますし、そうじゃない、人たちはね、グラグラしていってしまうということにね。うん、まあまあそこはもう自然の摂理みたいなもんかなと思うんで、まあこれからその、スニダンが手数料取る代わりに何をしてくれるかっていうところ を、みんな期待してるんじゃないですかね。僕スニダンの一つ面白いなって思うところは投稿あるじゃないですか。皆さんのなんて SNS みたいな感じでみんな投稿するじゃないですか。あの届きましたとかこんなんですとかみたいな感じでコメントがね、ついたりとかして少し盛り上がってたりとか、うん、実際持ってる人の様子を見れたりとかするっていうね、そういうスニーカー好きの集まる同好会みたいな感じの、うん、スニーカー好きの集まる SNS みたいな役割を果たしてるんじゃないかなと思うんで、スニーカー売るもそうやけど、そっちの SNS の方向、うん、スニーカー SNS としての発展の仕方っていうのをやってったら面白いのかなというふうにも思いますね。うん、それ考えるとスニダンの魅力っていうのはそういう SNS っていうところと、あと、心眼比較鑑定をしますよっていうところが売りだと思うんで、うん、その分の手数料っていうふうに考えて、お金を払えば別に問題じゃないのかもしれないなというか、あんまり気にならへんのかもしれないなと思いますね。使い分けとしては、スニダンの方では、SNS 感覚でモブル、キャピルみたいな感じでやるのが一個と、あともう一つは心眼鑑定をしていただくっていうところね。
重きを置いたアプリなのかなと思うので、まあ、そこに価値を感じる人が、スニダンで買うっていう風な形になればですね、お金を払う価値が出てくるのかなと思いますね。はい。